はい、ドリームダウンのサムリハラです。今回もアントラのオーダーグラブを紹介していきたいと思います。はい、今回紹介するグラブなんですが、こちらベージュとネイビーの軟式バリューオーダーになってます。これ実はですね、ナイア用の浅型になってて、すごくちっちゃく見えるよね。見える。この人差し指のところから親指に向かって小指に向かって短くなっていくのがこの特徴的な型になってます。まあこの、ね、ベージュとネイビーのオーダーなんだけど、俺の率直な感想言っていい？はい。これネイビーなんだけど、俺最初紫かと思ったのよ。なるほどね。青感が強く感じた。はいはいはい。まあ近くで見たら、まあ、しっかりとネイビーなんだけど、やっぱりそういう青系も入ってるのが今回のネイビーなのかなっていう、まあ、ちょっとした自分の感想なんですけど、これ刺繍手のひらのところに入ってるんだけど、これ難しいよね。難しいね。さっき私調べました。これ歌舞伎物って読むらしいです。え？歌舞伎物。そうなの、うん、で意味が普通じゃない、そのみんなとは違うやつっていうような、簡単な言うとね、そういう感じらしいんですけど、まあこのグラブの感じもそうだし、このクラシックラベルを入れてる感じも歌舞伎物だよね。確かに。そう、あ、そういうことだったのかって納得しました。なので私もちょっと今回歌舞伎物な感じでこうやって撮ってるんですけどいつもと違う感じでね。いいですよ。やらせてもらってます。で、この軟式用なんですけれども、やっぱり触った感じ、アントラーは公式用がメインではあるので、そういうグローブを触ることの方が多いんだけど、軟式をこう触った時に柔らかさっていうのがね、全然違う。なんだろう、その皮の質が悪いわけじゃなくて、この中の感じが柔らかさだったりとか、なんか違うなって感じるんですよ。こういうところを押した感じとか、はいはいはい、軟式用と硬式用だと全然違くて、こういうところで工夫が、まあ軽さだったりとか、その軟式ボールを取るための工夫がされてるんじゃないかなっていうのを感じました。今回はこちらのね、浅型になるわけなんですが、やっぱり人それぞれ自分のプレイスタイルっていうものがあるじゃないですか。特に内野用なんてさ、ボックス型にするのもあるし、この親指のね、場所がこの辺になるのかこの辺になるのかで全然形っていうのは変わってくるじゃないですか。で、その中で自分がこういう取り方をするからこういう形のグラブにしたいっていう細かい要望を答えられるわけですよ。なるほどね。フルオーダーグラブはね、うん、で、私もいろいろ要望とかをさせていただいて、その中でいつも答えてくれるんですよ。無茶な要望だったり、そういうのもやっぱり岡西さん、アントラーの職人さんがそれだけの技術を持ってるから対応することができるわけなので、で、例えばこういう風にグローブ作りたいって思ってたとしても、それが果たして伝えていいものなのかとかあるじゃない。あるね。でもそれは素直にまず聞いてほしいわけですよ。聞くだけ聞いて、で、それがグラブ的に大丈夫なのか、強度的に大丈夫なのかとか、そういうところの判断はこっちからまたいろいろ案を出して、こういう感じだったらできますよとか、そういう風な感じでコミュニケーションを取りながらオーダーをすることができるのが、このアントラーの本当に良さじゃないかなって私感じるので、で、今回こうやってクラシックラベル選んだりね、この歌舞伎物っていう刺繍入れてる感じも私結構好みですよ。だってアンダースローは歌舞伎物ですから。確かに。そうなんですよ。やっぱり唯一無二感をね、出さなきゃいけないのがアンダースローだと思ってるので、まあ、このポジションは違うかもしれないですけど、多分似たような感性を持ってる方だと思いますので、ぜひともね、軟式バリューオーダーグラブ使って自分だけのオリジナルグラブで自分だけのプレーをぜひやってほしいなと思います。こういういろんな要望を答えてくれるアントラーでグローブを作ってみたいという方はお気軽にご連絡ください。よろしくお願いします。よドリームドア。はい、今回はベージュにネイビーを合わせた軟式用バリューオーダーを紹介させていただきました。こちらはナイア用の浅型のグラブとなっており、ラベルもクラシックラベルに変更し個性を感じるグラブになっております。アントラーの軟式用の革は職人が厳選した最高級のキップレザーを使用しております。アントラーが誇る最高峰の革の質を持った軟式用バリューグラブ、お気軽にお問い合わせしてみてください。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。
中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。